リスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきましょう。ラジオネーム三国志さん、小学の方です。監督質問ですと。はい、一二軍の入れ替えは頻繁に行いますかと、ズバリ来ています。頻繁にですか。まあ頻繁には、どうですかね。そんなないんじゃないですか。あ、そうですか。いやでも、まあシーズン入ってみないとね、これは怪我にもありますし。 まいろいろ状況は変わると思いますから、うん、もちろんある時もありますけどもねはい。はい、まあ必要な時はやっぱり頻繁になるかもしれないとえ、ねはい、ラジオネームレッツモーさん田原氏の方です最近は2番打者にどんな打者がいいのか取り上げられることが多いんですが辰波監督としてはどんなタイプを2番に置きたいですかまあそれはあのね強かったドラゴンズの時代の伊畑選手みたいなね、はい、ああいう右にも打ててもう器用なねボールもこう 見極められることもできるような、まあ、そういうタイプは理想ですよね。はい。監督って二番のご経験ありますか?。あ,あります。あります。あ、そうですか。一番難しいポジションですよ。二番一番難しい。あったりサインも一番出るところですから。はい、だから、理想は本当は右バッターなんですよね。うん、やっぱり、こう、流すことよりも、引っ張る方が難しいですから。はい、で、左バッターを二番に置きますと、バッティング結構崩れるんですよね。はい、だから。まあ、二番がね、理想なんです。あの、右バッター理想なんですけども。 ま、ポジション的なこともありますしね。うん、まあちょっとどうなるかわかんないですけどね。まだ大西チはどうですか？2番の難しさって。まあ、かいろんなこと考えますよね。はい、この場面こうした方がいいんじゃないかな？とか、うん、まあ僕もどっちか言ったらちょこちょこするタイプでしたけど、はい、まあそれがあんまりいい方向に行かない時もあるんでね。うん、それこそ、さっき本当に岩田選手のね。うん、話出ましたけど。 本当理想的な二番バッターだったなと思いますよねやっぱりちょっとクレバーな選手が肌はいいですよねやっぱりあの配球の読みとかですね2番強打者をくっていうのは監督まあ確かに流行ってるかもしれませんがちょっと違うと今のドラゴンズいや違うことないんですけどクリーンアップが例えば三四五打つ選手以外にさらにクリーンアップを打てる選手がいれば、はい、そこに二番に当ててもいいと思うんですけども まあ現状、ドラゴンの今、クリーンアップ打てる選手3人以上いないと思うので、はい、まあであればやっぱりこうつなげる2番というのが愛知県一宮市、ラジオネーム、ドラゴンさんです、監督、バンテリンドームはセ・リーグの他の球場より広いんでホームランが出にくい、得点もなかなかしづらいんですが得点力を来シーズン上げる秘策を考えてますかと。ま,あまず全体的にまず打てないといけないですしね。はい 1>, まあ1点を取るためにやっぱチームとしてまあランナーを進めたりですねそういったことをまあヒットエンドランも含めていろいろやっていかないといけないんですけどもまずは今年見ていて得点圏でどうしてもこう力んでると言いましょうかね、うん、なぜそれだけ振るんだというぐらいやっぱどうしても振ってしまうので、はい、まその辺の意識はちょっと変えていかないといいいけないなと思いますすねうそうですか、まあ、森野コーチあの、はいね、欲しいところで1本。 うん、勝負どころで長打が出れば野球っていうのは点が入るんですが、はいはい、そう簡単じゃないっていうのは今シーズン解説されてよくお分かかかりにななったんじゃないですかまあそうですすそうねだから長打が欲しいところで長打を打てるようなボールに対してスイングしないというのは結果ですよね、はい、今年見てると。と、はいう、はい、ことは長打を打てるボールを待たなきゃいけないしそこに失投は、ね、必ず投げてくれないとなかなかないんですけどもあったはずなのに打ててないんですよね、それを。うん まあそれもねちょっと僕、このオフのデータとか見ながらやってるんですけども、はい、まあ顕著に出てまますね、うん、見ましたけどスイングをしたところだけを切り取ってしまうんじゃなくてその打席を時系列で見て、はい、長打にできるボール手を出してないし、はい、難しいボールに手を出してボン出している低めはね基本、長打にすることは難しいですから、うん。 そこが一番ですよねだからそこを振らないようにじゃあ高めをどうやって打つんだっていうところですよね少、はい、し簡単に、ね、シンプルに考えてほしいなとは思いますさあ続いてこちらは北名古屋市孤独な倉庫番さんです守備のコンバートも盛んですが新外国人の獲得は監督外野手一本で考えてますかとまあこれはねあの、はい、まだはっきり決まってないんですけども現状いろいろ選手を見ましたけどもあのー、キャッチャーのマルチネス。はい まあレフトをね今回やってるんですけども、はい、まあそれより長打がありそうな選手があまりいなかったので、うん、もしかしたら取らない可能性もあります。取らない可能性もあると、えーまあ、というのはね秋志願して残ったっていうこともありますしね、うん、でもしかしたら来年また日本に入国することも遅れる新外国人選手よりも秋からずっと見てる選手の方が何となしにね、頼りがいがあるなというところと。 まあ外野手多いですからいろいろ使える選手も増えてきますしねそういったことも含めてもちろん欲しいんですよ、本当に長打を打てるバッターいれば欲しかったんですけども見てる中ではそんなにいなかったのでまあもしかしたら取らない可能性も今あります、うん、ということは大西コーチアリエルがもうほぼ外野手としての新外国人みたいな扱いになる可能性もあるってことですよまあまあレフトを守っているのは今年なかったですからね、はい。 まあそういった意味で本当に周期練習でね、うん、しっかりと練習やってましたんでね、はい、最初やりだした時よりはあのちょっとずつう上手くなっていると思いますしそうですか、はい、守備範囲、肩、足の運び、いろいろあると思いますが、うん、どうですかあのまあ、決して上手いわけじゃないです、うんはい、ただ普通に飛んできたボールを自分の脚力 うんその範囲の中でのボールさえね取ってくれたら、はい、もうそれで十分じゃないかなというふうには思いますけどね。うそうですか。えー、小学のドラジィさんです。監督センターラインを中心にした野球とおっしゃられておりましたが、その中でレギュラーが固まっていないセカンドのレギュラー争い。今現時点での見通しはどうですかと。見通しですか。見通まあのー、ね阿部も含めてそうですけども、まあ本当セカンドがなかなか。 本当にこう守備範囲が広くてすごいという選手になる可能性は岡林ですよね、はい、まあただその石川昂弥もうまいんですよね、守備が。うんはい、なかなかあの安定感は守備範囲ということに関して言えばね、まあ、そうなんですけどももちろん高橋優平もネセカンドやったこともありますしね、はい、まあ今年のそのキャンプの動きであれば十分できないこともないというのは まあそういういところですよね、うん、ですからまあ秋のキャンプでこういろんな選手にいろんな新しいポジションを練習させて選択肢ってめちゃくちゃ広がりましたよねあとあの目的としてはやっていたことは、ね、その今後、自分の野球人生につながっていくということも含めてね、はい、いろいろあの選択肢が確かに広がっていると思いますねセカンド、果たして来年の開幕 誰が掴んでいるのか、これもあのラジオ機の皆さん、も数ヶ月かけてですね。楽しんでいただければと思います。さあ、今日はドラゴンズステーション東海ラジオレギュラー番組を変更いたしまして、この時間は辰浪ドラゴンズ監督就任スペシャル。ビースタジオから生放送でお送りしています。